スーパーリーグは1997年の1シーズンのみオーストラリアとニュージーランドにおけるプロ競技会を実行したオーストラリアのラグビーリーグフットボール統括団体であるヨーロッパのスーパーリーグと共にスーパーリーグ戦争の間にニューズコーポレーションによって作られたニューズコーポレーションがオーストラリアにおけるラグビーリーグの有料テレビ放映権の購入に 失敗した後にスーパーリーグ戦争が勃発した。2年間の法廷闘争の後、1997年にはスーパーリーグ及びライバルのオーストラリアンラグビーリーグ競技会が同時に行われた。1998年に2つは合併してナショナルラグビーリーグが設立された。スーパーリーグ戦争は1990年代中頃に起こったオーストララシアの最上位。 ラグビーリーグフットボール協議会の放映権と支配権に関する企業間紛争であり、ルパート・マードック率いるニューズコーポレーションが支援するスーパーリーグとケディ・パッカー率いるオプタステレビジョンが支援するオーストラリアンラグビーリーグとの間で法廷内外で争われた。すでに存在していたアルルは新リーグの設立を阻止するため多くの訴訟を起こしたが、スーパーリーグはアルルから 複数のクラブを引き抜き、1997年に、アルルと並行して1シーズンを開催した。このシーズンの終わりにあたり、和平協定に至り、両リーグは合併して、今日のナショナルラグビーリーグが設立された。スーパーリーグには10クラブが参加した。そのうち8クラブは以前は、オーストラリアンラグビーリーグでプレーしたクラブで、2クラブは新設クラブであった。 テルストラ・サカズキは18回戦で行われた10チームによる競技会である。レギュラーシーズンはブリスベン・ブロンコズが14勝をアげマイナープレミアシップを手にした。グランドファイナルはブリスベンの本拠地オンズ・スタジアムにおいて58,912人の観客の前でプレーされた。ブロンコズはシャークスを26対8で破り3度目のプレミアシップを勝ち取った。 各階級の優勝クラブスーパーリーグトライシリーズはニューサウスウェールズ州選抜、ニュージーランド選抜、クイーンズランド州選抜の間で争われた。1回戦争当たり方式で上位2チームがファイナルをプレイした。オンズスタジアムで行われたファイナルではニューサウスウェールズがクイーンズランドを23対22で破った。1997年スーパーリーグオーストラリア代表は ニュージーランド代表と2試合を行った。シーズン終了後、オーストラリアはイギリスと3試合のテストシリーズをプレーした。これらの試合は、ニュージーランドラグビーリーグ及びイングランドのラグビーフットボールリーグによってテストマッチとみなされているものの、オーストラリアンラグビーリーグには認められていない。ニューズコーポレーションがオーストラリア国外のほとんどのラグビーリーグ団体と契約したため、アルルは 国際試合を行うことができなくなった。アルルは、アルルのクラブと契約している、ニュージーランド人選手からなるチームとの試合を行おうとしたが、ニュージーランドラグビーリーグは、アルルによる、テスト、代表チーム、ニュージーランド、オールゴールズという用語の使用を差し止める命令を、連邦裁判所から引き出した。アルルは、代わりに1997年7月に、 パプアニューギニア代表及びフィジー代表とのテストマッチとさらに世界のその他の地域チームとのテストマッチを行った。1997年はパシフィックカップの代わりにオセアニアカップがスーパーリーグによって運営された。この競技会はクック諸島、フィジー、トンガ、ニュージーランドマオリ、ニュージーランド13、パプアニューギニアによって競われた。決勝では ニュージーランド13がニュージーランドマオリを20対15で破った。1975年から断続的に開催されてきたワールドクラブチャレンジは1997年に拡大され、オーストラリアのスーパーリーグの全10クラブとヨーロッパのスーパーリーグの全12クラブが対戦した。ヨーロッパのチームは83試合中わずか8勝しか上げることができなかった。 この大会はオーストラリアでは不人気で観客の少なさと高い渡航費用のため600万ドルの赤字となった。エリクソンスタジアムで行われた決勝ではブリスベン・ブロンコズがハンター・マリナーズを36対12で破って優勝した。スーパーリーグチャレンジカップ競技会はオーストラリア首都特別地域ノーザンテリトリー州南オーストラリア州西オーストラリア州の間で プレーされた1997年5月19日に首都特別地域チームがノーザンテリトリーチームを40対14で破り優勝した。1996年と1997年9人制ラグビーリーグの大会であるスーパーリーグワールドナインズが開催された。1997年大会はスポンサー名を冠して ゲータレードスーパーリーグワールドナインズと呼ばれた。この大会はアルルのワールドセブンズの代替として開催された。1996年大会は2月22日から24日にかけてフィジー、スバで開催された。ニュージーランドが優勝した。1996年大会ではラグビーリーグの試合のためにビデオレフリーが初めて使われた。 1997年大会は1月31日から2月2日にかけてクイーンズランド州タウンズビルで開催されニュージーランドが2連覇を果たしたラグビーフットボールリーグがニューズコーポレーションと契約したためヨーロッパの12クラブによって1996年にスーパーリーグが始まったスーパーリーグはオーストラリアにおけるラグビーリーグに対する一般大衆の認識とその 財政状態に損害を与えたものの、スーパーリーグが導入した数多くの概念が21世紀に入っても残っている。オーストラリアとニュージーランドとの定期開催のテストマッチに加えてアンザクテストがスーパーリーグによって導入された。多くの人々がスポーツ選手と兵士を比較するのは不適切であると考えたため、 当時、アンザクという単語の使用に対していくつかの論争があった。21世紀の初めには、毎年のスケジュールから落とされたものの、2004年に復活して2017年まで毎年開催された。NSWRL 及びアルルのグランドファイナルは伝統的に土曜日の午後あるいは日曜日の午後にプレイされていたが、スーパーリーグテルストラワイグランドファイナルは、 ブリスベンにおいて土曜日の夜にプレイされた。ニューサウスウェールズ州における翌日の祝日に合わせて2001年から NRL は土曜日の日曜日の夜にグランドファイナルを開催している。ナインネットワークにおける視聴率の成功に関わらず、このスケジュールはファンがより楽しむためにグランドファイナルの日曜日午後開催が重要であると考える。 伝統主義者を苦しめ続けている。1996年のスーパーリーグワールドナインズにおいてビデオレフリーが初めて使われた。NRL は1998シーズンにビデオレフリーを導入した。スーパーリーグ戦争の間、スーパーリーグとアルルの両方で数多くのルール変更が行われ、それらは NRL によって採用されてきた。スーパーリーグが行った革新としては、 人気のある40、20ルールは、アルルが1997シーズンに導入し、NRL によって採用され、現在も有効である。このルールの下では、自陣40メートル以内から、攻撃チームが蹴ったボールが、グラウンドに触れた後に、相手順20メートル以内のサイドラインを横切って、タッチに出た場合、攻撃チームが、スクラムにボールをフィードする権利を得るというものである。以前は、 守備側がスクラムの権利を得ていた。ありがとうございます。